今、各地で受け入れ、処理が進む東日本大震災による災害廃棄物の広域処理、その取り組みをさらに推進するため、6月29日、関係する閣僚を集めた会合が開かれました本日の関係閣僚会合では、以下の3点について、今後の政府の方針を取りまとめることができました。 第一に広域処理のさらなる具体化を進めていくこととしたいと思います今回の災害で発生した災害廃棄物のうち他の自治体に広域処理としてお願いせざるを得ない災害廃棄物量は岩手宮城両県で247万トンですすでに本格処理を実施していた青森県、山形県、東京都での13県に加え 前回4月の会合以降新たに1都6県で9件の本格処理がスタートまた6件の受け入れ表明があるなど取り組みの輪は着々と広がっています現在の進捗状況を踏まえ今後7月中に災害廃棄物処理に関する具体的な全体計画の策定を目指します岩手県の可燃物木くの広域処理については すでに実施中の自治体に加えて調整中の自治体においても受け入れが実現をすれば目処がつくことになります宮城県についても東京都などによる着実な受け入れに加えて北九州市の本格受け入れ表明により進展をしておりますこの会合と同じ日その北九州市の北橋市長が総理の元を訪れましたこののの総理のもでですねご協力をしてす えいのですかね。ぜひ円滑な受け止めまして、ちょのごをご、前よりは、お願い中。風評被害への懸念。今回の閣僚会合で決定された方針、二つ目は、まさに、その被害防止についてです。風評被害と、受け入れを行う自治体の皆さんが抱く当然の不安。その両方を解消する決め手は、さらなる情報公開です。 瓦礫処理データサイトでの受け入れる災害廃棄物の放射能測定結果の公開、処理施設周辺の空間線量など、モニタリング結果をリアルタイムで全国に発信、コールセンターなど、政府の一元的な対応窓口の開設、その窓口に寄せられた相談について、対策を協議する組織の設置。こうした取り組みを通じ 安心の判断材料をよりオープンにしていきますそして方針の3つ目コンクリート屑及び津波堆積物を自治体の復興資材として活用することとし再生利用のめどが立っていない不燃物についても発生した被災自治体周辺で極力活用してまいります広域処理と再生利用の普及拡大が進むよう 引き続き、より一層のご協力をお願いをいたします。